おはようございます。4日目の朝ですね。朝はこちらからですね。はい、コムタム屋さんですね。もう路上に面したね、ワイワイガチャガチャのコムタム屋さんです。はい、こちらの方で朝ごはんを食べたいと思います。一応ね、今日はね、このまま、ベトナムチャンゴックの方から、ニエンビエンだったっけな、うん、ニエンビエン、そこから国境を越えてカンボジアに入ります。はい、でカンボジアに入ったらタケオっていうところまで何らかの移動手段で移動して、でタケオ駅からプノンペンまで移動するというのが今日の1日ですね。はい、移動ばっかりですか今日はね。はい、それではお楽しみに。 あと遺跡があるんでそこ行けたら行きます。はい、ではよろしくお願いします。はい、うまそうなコムタン、いいですね、彩りも、うん、美味しそう。それではいただきます。それでは、国境の方に来ましたね。はい、こちらがベトナム側の国境ですね。やっぱり歩いて行けるみたいですね。なんか5万ドンでバイクで連れてってやるってことだったんですけど、歩きたいんで、こちら歩きたいんで、はい、歩かせてくれってことでお断りしました。はい、それではですね、入国の手続きをしていきたいと思います。まあなんかね、雑ですね、うん、いいですね、この雑な感じが。それでは、入国していきたいと思います。はい、無事に、イミグレーションを通過しましたね。今ね、歩いてカンボジアの方に向かってます。はい、まあどうしても、なんだ、カンボジアのビザ持ってるんで、まあ見てもらうだけって感じですね。はい、いやいいですね、久々の、あれは寸外語録以来ですね、歩いて国境を渡るの。はい、なんちゅうことないですけどねまあなかなか日本とかでは考えられないですよね。あとなんかそのテレビの影響でね、なんか特別な感じって感じですけど、全然普通に歩いてきたから歩いて渡るって感じです。はい、よいしょ。あ、ここはバスの人たちも一旦降りて渡るみたいですね、歩いて。面白い。まあね、歩いて国境を渡りたい人はチャウドク側来てみるのもいいかと思います。面白い国境ですよ、ここ。うん、いやいいな、なんか観光みたいになってる、面白い。đúng rồi cho công an nhận cái gìはい、それでは、国境に来ましたね。こちらですね、カンボジアの国旗とベトナムの国旗がありますね。その真ん中に石碑があるので、おそらくここがボーダーラインの場所だと思いますね。はい、いいですね、なるほど。お、いいですね。今カンボジア入りましたよ。もう一回ベトナム行ってみます。はい、はい、ベトナム来ちゃいました。はい、ベトナム、はい、まあこういったね、子供みたいなこともできるってことで、歩いて渡るとですね、楽しいですね。いっぱい物売りの人とかも結構いますね。ここで売れるのか。バスの運転手ぐらいしか買わないと、バスというか
トラックのね運転手ぐらいしか買わないと思うんですけど、はい、それでは、カンボジアの方に入国していきたいと思います。はい、それでは、ビザがない人多分あそこで買うんで、あ、イミグレーションって書いてあるな、イミグレーションポリス。おー、入国か、ここは。ちょっと行ってみます。あ、入国だ。イミグレーションでもすぐ外に出れますね。面白いとこっすね、カンボジアも。いや、この国境今まで一番なんかローカルっていうか面白いですね。はい、それでは入国していきたいと思います。はい、それでは、カンボジアの、イミグレーション通過して、でそれから外にいたですねタクシーさんに相談したら、バイタクさんね、さすがに竹雄まで行ってくれないということで、ダメでした。それから、タクシーがいたんで相談したら50ドルって言われたんで、ちょっとそれ高いなと思ってですね、他のドライバーさん聞いたら30ドルで、了承してくれたんで、こちらの方で行きたいと思います。親切ですね、良かったです。それでは、竹雄駅の方に向かいたいと思います。はい、それでは竹雄の街中に来ましたね。こんな感じです。多いですね。はい、それではですね、このまま竹雄駅の方に向かっていただきます。はい、それでは、SIM カード入れてもらったんですけど、グラブもですね、ワッツアップも使えないということで移動ができないですね、竹雄は。さすがにね、移動ができないと旅できないんで、竹雄ではもう何もできないですね。ではご飯食べて列車を待ちたいと思います。それでは近くのね食事屋さんあったんで、ここでご飯食べたいと思います。あー、なんだろうこれ。なんか注文してみたいと思います。はい、それでは、お昼ご飯来ましたね。こちら、ベトナムにはないんですよね、こういうカレーテイストの、カレーテイストのご飯ね。なんで、ちょっと珍しいんで頼みました。でね、言葉が通じないんでちょっと料理名とかわからないですね。多分ね、美味しそうですね、これめちゃくちゃ。まあ、カンボジアね、何料理でも美味しいです。それではいただきたいと思います。なんとですね、駅の横にあるあの売店のお姉さんにですね、いろいろ WhatsApp、 ここを、なんだっけ、 WhatsApp 使えないのかとかいろいろ聞いてたら、プノンペンじゃないと使えないよってことで言われて、でいろいろ話しててここでお昼寝させてくれることになりました。いや、最高っすね、これ。はぁ、あ、清旅。何が起こるか分かんないっすね、これ。またね、あのカンボジアの人の優しさに触れちゃいましたね。アンコーン。嬉しい。それではここで昼寝して、電車でプノンペンに向かいたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではたっぷり休ませてもらいましたね。いやー、いいっすね。こちらが竹雄駅ですね。はい、今まだ閉まってます。こちらですね、はい、それではですね、まだですねと言ってもだいぶ時間あるんでゆっくりしたいと思います。はい、それでは列車がやっと来ましたね。この列車すごい、あの駆動するとこだけの1両の列車ですね。こんな初めてですね。お、階段が落ちてる、危ない危ない。おー、皆さんゆっくりですよ。危ない危ない、怪我しなくてよかったですね。はい、それではこちらの方に乗っていきたいと思います。はい、こちらが列車の中ですね。あのね、なんだろう、あの北部からこう来る列車と違って綺麗ですね。なんか内装がねめちゃくちゃ綺麗です。で今ちょっと夜なんで外は見えないんですけども、あの車窓もねだいぶ高いから、これ昼間だとすごい遠くまで見れると思いますね。それではですね、この
ただ今ですね、プノンペンの中心部にあと30分ぐらいのところなんですけども、列車の方が停止してますね。まあ、原因はちょっとよくわからないですね。はい、何も言わない、まあ、よくわかんないですけど、メール本なんで、ね、なんかあと30分なんでね、トゥクトゥクで移動したいところでもあるんですけどね、このね、何もない場所なんで降りることもできないって感じですね。いやなんか街の中心部とかだったらね、降りるんですけどね、待つしかないです。じゃあ、まあ、しょうがないですね。かん、まあ、次の、まあ、あのレストラン予約してるんですけど、まあ、まだ余裕あるんで大丈夫ですね。はい、でちょっと待ちたいと思います。はい、ソダプノンペンの方に到着しました。いや結構遅れましたね。はい、それではですね、お腹空いてるんでご飯を食べに行きたいと思います。いや水かけお正月どうすかね、ね、気になりますね。それでは行ってみたいと思います。はい、そうだ、トゥクトゥクの方に乗りました。これで何度かね予定立つ感じです。まあ予約してた時間ギリギリに行けそうですね。まあギリギリというかちょっと遅れそうですけどね、多分大丈夫だと思います。予約の範囲内なんで、はい、大丈夫です。それではゆっくり行きたいと思います。行きました、オフィスさんのピザですね、いただきます。